新ハムレットは、ダザイサムの儀曲風の小説。シェイクスピアのハムレットの近代的本案、あるいはパロディ。1941年7月2日、文芸春秋社より刊行された。テー1円70銭。著者にとって最初の書き下ろし長編小説である。端書きに、ダザイは次のように書き記している。この作品を書くにあたり、 坪内博士役のハムレットと、それから、裏口文治師長の、新氷中、ハムレットだけを、一と掘り読んでみた。裏口師の、新氷中、ハムレットには、原文も全部サイつているので、辞書を片手に、大骨折りで読んでみた。ここで言っているのは、新春シェイクスピア全集第27巻、ハムレットと、裏口文治長、新氷中、ハムレットシェイクスピア S ハムレットアズ。 シーンバイザ・エリザベさんオーディエンスである。なお校舎は妻、ミチコの蔵書であった。本書は1941年2月1日に寄稿され5月末に完成した。イブセ・マスジへの手紙に、この作品は戯曲の形式をとっていますが、新しい小説のつもりで書きましたという趣旨のことを書いており、端書きでもこれは、いわばリーズデラマ風の 小説だと思っていただきたいとレーゼドラマを意識した作品であることを言明している。ありがとうございます。